三時のツボは2010年6月28日から2012年3月30日までテレビ愛知で放送された情報番組でツボイノリオの冠番組。2011年4月4日放送分からは三時のツボ名古屋 ONTV と題して放送された。いずれもテレビ愛知本社1階ロビーからの生放送。毎週月曜から 金曜の週5日間、午後の時間帯に生で放送されていた番組である。中京圏で平日昼の時間帯に、帯番組が組まれるのは、東海テレビで14時台に放送されていた、すっぴんテレビ以来約9年ぶりのことで、テレビ愛知としては、これが開局以来初の試みとなった。また、メインパーソナリティを務めた坪井にとっては、かつて中部日本放送で放送されていた、週刊。 春、ワッチ以来18年ぶりのテレビレギュラーとなった。番組の立ち上げは、テレビ愛知の編成部長、市川直彦が、地元の放送局として地域に貢献できる、情報発信をしたいという考えを、各部署に持ちかけたことから始まった。そして、放送開始前の2010年5月に、各部署団のプロジェクトチームを立ち上げ、各部署の代表者たちが、 番組の企画を担当するというスタイルを取った。また、制作予算を補充すべく、それまで3年近く放送し続けてきた、自社制作番組、ボニータ。ボニータ。名古屋ガールズコレクションを、同年3月28日に打ち切り、さらに各部署の予算を削って当てていた。番組プロデューサーの伊藤敦志発ボイの起用について、司会者としての存在感と、 ローカルの側面にこだわりたいためと説明した。また、坪井自身も僕にとってはラストチャンス。人生でやり残したことをこの番組でやり遂げたいと意気込みを語っていた。テレビ愛知は本放送の開始前からこの番組の宣伝 CM を昼夜問わずに大量に流していた。当初の CM では番組タイトルを公表せずにぽいの顔写真だけを出し、つ、 ボイメインの生の番組を立ち上げることのみをアピールしていたが、2010年5月26日に報道発表を行ってからは、その他の出演者たちの告知も兼ねた番組タイトル入りの CM を放送するようになった。このほか、ツボイが各地で挨拶回りをする模様を収めたミニ番組や番組オープニングテーマの制作過程などに触れた特別番組も複数回にわたって放送していた。 以上のような広報活動を放送エリア内各地で精力的に行った後、番組は予定通り2010年6月28日に本放送を開始した。放送開始当初初ボイトテレビ愛知のアナウンサーたちをメインに据えつつも、SKE48 や名古屋をもてなし、武将隊といった地元密着型かつ春のタレント勢を日替わりレギュラーに起用するというスタイルで話題作りに、 励んでいた。しかし、番組は、その後、2010年10月4日、放送分を持ってリニューアル。それまで、日替わりレギュラーを務めていたタレント勢を降板させ、代わって、彼らの役割を、自社のアナウンサーたちに代行させるなど、一部内容の刷新が図られた。また、それまでは祝日にも番組の放送が行われていたが、以後は、祝日の放送はなくなった。 番組は2011年4月4日放送分をもって再びリニューアルし2度目のレギュラー陣大幅入れ替えを行うとともに番組全体の構成の見直しが図られたこのリニューアルではそれまで坪井のアシスタントを務めてきた荒井里が番組を離れ変わってそれまで日替わりレギュラーの一人だった名古屋良子がアシスタントを務めるようになったまた これを機に番組タイトルロゴもスタジオセットも新しいものに差し替えられ、以後は名古屋応援 TV を副題に関するようになった。ウルトラネギリタイやシェフのおうちご飯といった視聴者参加型コーナーが誕生したのもこの時期で、これらは番組終了時まで続く人気コーナーとなった。それから1年間はコーナー単位でのリニューアルがいくつかあったものの、 おおむね安定した内容で放送されていた。しかし、番組は2012年3月16日放送分をもって突然本社スタジオからの生放送を終了。以後は3月19日から30日まで過去に特集してきた内容の傑作戦を放送するという形で終了した。その後、この3時のツボに出演していたメンバーを再度起用した帯番組、 山浦ひさしのとことん、一スタが平日13時台でスタートした。いずれも日本標準時。当初はタイトル通りに15時から放送されていたが、2011年10月以降は14時55分からの35分枠で放送されるようになった。2010年11月22日放送分や2011年8月19日放送分のように、 まれに14時30分からの1時間枠や14時45分からの45分枠で放送されることもあった。坪井のりをこの番組のメインパーソナリティで全期間にわたって出演していた。ただし、CBC ラジオのリスナーツアーへの参加で休みを取ることもあった。2010年6月から12月までは地元に眠る、歴史なぞなぞめぐりのリポーターも兼任していたが、 同コーナーの終了後は取材 VTR には出演しなくなった。荒市里2010年6月から2011年4月までの出演者で三時のツボ、時代のメインアシスタントを務めていた。また、会によっては三つボトピックスのリポーターを務めたり、期間限定コーナー、荒市里のおすすめ夕食メニューアイ,アイレシピ。 で苦手な料理に挑戦したりすることもあった。名古屋良子2010年7月から2012年3月までの出演者。三次の壺。時代には金曜のレギュラーを務めていたが、新井が番組を降板した後は彼女に代わってメインアシスタントを務めるようになった。なお、アシスタントへの昇格後も教えて、町の情報誌などでリポーターを務めることがあった。 原田里美2010年6月から10月までの出演者で金曜のレギュラーコメンテーター及び同日の金曜ぐらいいいじゃないのりおと里美との今日は言わせてちょんまげを担当していた。当初は荒井と共に HIS のツアー宣伝企画オーストラリアケアンズの旅のロケに参加した関係で番組放送開始から1週間は毎日 VTR 出演をしていた。 矢野清美2011年4月から2012年3月までの出演者で、木曜と金曜のレギュラーコメンテーターを務めていた。番組放送開始直後の2010年6月29日放送分でも一度ゲストで訪れたことがある。中西優香、出口日2010年6月から9月までの出演者で、藍沢と共に、月曜の SKE と藍沢アナの年の社長査定どっちが旬 を担当していた。レギュラーを交番した後はしばらく番組に出演していなかったが、2010年11月22日に行われたドームうまいもんワールド開催会場からの公開生、放送1時間スペシャルで再登場を果たした。相沢信夫2010年6月から2012年3月までの出演者。 2010年6月から2011年3月までは月曜のレギュラーを務めていたが、それ以降は特に担当曜日は決まっていなかった。2011年4月からはレギュラーコーナーの三つト、突撃隊を主に担当していた。名古屋おもてなし武将隊2010年6月から9月までの出演者でクリスと共に火曜の地元に眠る歴史なぞなぞ巡りを担当していた。 毎回メンバーの中から一人が代表で出演していたが、同年10月の番組リニューアルと共に出演休止状態に入った。その後、2011年7月中のみの期間限定コーナー、武将隊を進め、夏のスタミナ料理で再登場を果たした。高木大輔2010年6月から2012年3月までの出演者。 2010年7月から2011年3月までは水曜の男大介が行く。旬の味を丸かじり。お、2011年4月から7月までは月曜のウルトラネギリ隊を担当していたが、それ以外の期間においては特に担当曜日は決まっていなかった。スポーツアナウンサーであることから、テレビ愛知がスポーツ中継を行う日には現場からの中継出演をすることもあった。 もう中学生2010年7月から2011年3月までの出演者で、木曜のもう中学生のすごい人がいたもんだねを担当していた。基本的に出演するのは、この取材 VTR のみで、スタジオ制出演はなかったが、2011年1月6日、放送分でようやく生出演を果たした。また、同年3月最終週には火曜、水曜、 木曜と立て続けに出演していた。クリス・グレン2010年7月から2011年3月までの出演者。当初は名古屋おもてなし部小隊のメンバーと共に、火曜の地元に眠る歴史なぞなぞ巡りを担当していたが、同コーナーの終了後は、改めやとともに同じく火曜の歩いて発見、東海陳名所を担当するようになった。改めや ゆか2010年10月から2012年3月までの出演者。2011年1月から3月までは火曜のレギュラーを務めていたが、それ以外の期間においては特に担当曜日は決まっていなかった。2011年4月からはレギュラーコーナーの三つぼ、突撃隊を主に担当していた。 平松万光2011年4月から2012年3月までの出演者。2011年5月までは月曜の三つぼっ。特報を担当していたが、同年6月からは金曜の三つぼっ。特報を担当するようになった。宮本のレギュラー出演が決まるまでの間は、月曜のウルトラ握り台も兼任していた。 水木綾の2011年4月から2012年3月までの出演者。2011年12月第3週目までは火曜の三つぼっ。特報を担当していたが、第4週目からは水曜の三つぼっ。特報を担当するようになった。宮本のレギュラー出演が決まるまでの間は、月曜のウルトラ握り台も兼任していた。 山浦久志2011年4月から2012年3月までの出演者。2011年12月第3週目までは水曜の三つぼっ。特報を担当していたが、第4週目からは火曜の三つぼっ。特報を担当するようになった。宮本のレギュラー出演が決まるまでの間は、月曜のウルトラ握り台も兼任していた。 菊池優2011年7月から2012年3月までの出演者。当初はレギュラーコーナーの3つぼ。突撃隊他様々なコーナーを担当していたが、2012年1月からは毎日ライブを担当するようになった。同コーナーの担当になって、以来月曜以外の週4日間毎日中継出演していた。 宮本忠宏2011年9月から2012年3月までの出演者で番組が終了するまで一貫して月曜のウルトラ握り隊を担当していた。なお、宮本は番組の放送時間中に流れるローカル CM にもいくつか出演していた。中川博樹2012年1月から3月までの出演者。改めやに代わって木曜の三つぼト。 特報を担当していたが番組打ち切りの影響で出演期間は2ヶ月にも満たなかった。プリマベーラ2010年6月から2011年4月までの出演者でレギュラーコーナーのプリマベーラマジック天気予報を担当していた。当初は月曜から金曜まで全日出演していたが2010年10月からは水曜、木曜、金曜のみに出演するようになった。また、 当初は、三織が近く三広ロスミナユズキの7人が、リ番出演していたが、週3日出演になってからは舞香織、オリ、の3人が出演するようになった。中本勝つ不定期出演者で、出演時には不定期コーナーの3つぼ、ニュースを担当していた。2010年10月4日、放送分で一度出演をした後、2011年4月18日放送分から、 たびたび登場するようになった。兵道由紀2011年3月までの時点で最も出演回数が多かったゲスト。坪井が CBC ラジオのリスナーツアーへの参加で休んでいた回と原田がアフリカへの渡航で休んでいた回では彼らのピンチヒッターを務めた。また2011年3月22日放送分では改めやに代わって火曜の歩いて発見。 東海鎮名所に出演した。放送開始当初はエンディングのスタッフロールでディレクター他主要スタッフ全員の名前を表示していたが、後に衣装協力と技術協力のみを表示するようになった。このうち番組終了時に行われていたコーナーは三つぼ。特報三つぼ。突撃隊毎日ライブウルトラネギリ隊シェフのおうちご飯の5コーナーである。 エンディングでは、明日の天気、視聴者からのお便り紹介の2コーナーを実施していた。3つぼ。プレイバック番組の冒頭で行われていた、スタジオ製コーナーで、名越が放送日当日と同じ日に、東海3県各地で起きた過去の出来事を、当時のヒット曲と共に紹介していた。2011年6月から12月まで行われて、いたが、次第にこの時間を使って、 春の話題を伝えるようになり、コーナーが完全廃止された後は、毎回春の話題のみを伝えるようになった。三つぼ。ニューステレビ愛知のアナウンサーもしくは、報道記者たちがその日の最新ニュースを伝えていた、VTR コーナー。2010年7月から番組終了時まで行われて、いたが、2011年7月からは固有コーナーのならしの状態で行われるようになった。 当初のコーナータイトルはニュースのツボでその当時初ボイと荒いが中日新聞有観に掲載される記事を紹介しながら自身の見解を述べ合うスタジオ製コーナーだった。三つボ、特報リポーターが自ら現地まで行って取材してきた VTR を使いながら旬の話題を伝えていた VTR コーナーでリポーターは主に平松たちタレント勢が務めていた。もともとは テレビ愛知のアナウンサーたちが担当していたコーナーで、その当時は、興味のツボ、と題して行われていた。また、2010年10月から2011年3月までは、3つ、ボットピックス、と題して行われていた。3つぼ、突撃隊リポーターが自ら現地まで行って、取材してきた VTR を使いながら旬の話題を伝えていた VTR コーナー。 リポーターは主にテレビ愛知のアナウンサーたちが務めていたが2011年8月16日放送分のように番組ディレクターが取材を代行することもあった。このコーナーの内容はもともとは前述の三つぼ。特報が担っていたもので2011年6月に同コーナーから分岐発生する形でこのコーナーが誕生した。武将隊を進め。 夏のスタミナ料理2011年7月第2週目のみに行われた期間限定の VTR コーナーで名古屋おもてなし武将隊のメンバーがお供の神話さ隊から勧められた店のスタミナ料理を味わう模様を放送していた飲み物には当時武将隊がコラボレーションしていたトリスハイボールが出されていた毎日ライブリポーターが大津商店街や エンドンテラ元町商店街などを訪れ、現地に店を構える経営者にクイズを出題していた生中継コーナー。正徒者には、コーナー実施中に、店の PR をする時間が与えられるが、答えられなかった場合には、店の商品を視聴者プレゼントに提供するというルールで行われていた。2011年12月から番組終了時まで実施。当初は、 テレビ愛知のアナウンサーたちが輪番でリポーターを務めていたが、2012年1月からは菊池が専属で担当するようになった。SKE と愛沢アナの年の社長査体どっちが旬中西と出口の SKE チームと愛沢が東海3県各地の観光スポットやグルメスポットを紹介し合い、そのリポート内容の優劣で競い合っていた VTR コーナー。 2010年6月から9月まで実施。地元に眠る歴史なぞなぞを巡りリポーターが、東海三県各地の歴史を探りに奔走する模様を放送していた VTR コーナー。2010年6月から12月まで実施。当初初、ボイクリス、名古屋おもてなし武将隊のメンバーがリポーターを務めていたが、同年10月から初、ボイクリス、高木、改めやが担当するようになった。 男大輔が行く。旬の味を丸かじり。高木が東海山県各地の美味しい食材を収穫、捕獲する模様を放送していた VTR コーナー。2010年7月から2011年3月まで実施。もう中学生のすごい人がいたもんだね。もう中学生が様々な分野の達人たちを探し求めて、東海山。2010年7月から2011年3月まで実施。 金曜ぐらいいいじゃないのりおとさとみの今日は言わせて、ちょんまんげ。つぼいと原田が、この一週間にあった、様々なニュースについて、自身の見解を述べ合っていたスタジオ制コーナー。2010年7月から10月まで実施。おねうちのつぼ。愛沢が、東海三県各地の店や施設が提供する、目玉商品をリポートしていた VTR コーナー。 2010年10月から2011年3月まで実施。お出かけのツボ。名越が東海三県もしくは東海三県から少し離れた場所にある観光スポットをリポートしていた VTR コーナー。2010年10月から2011年4月まで実施。歩いて発見。東海人名所クリスと改めやが東海三県各地の名所を散歩するという名目で。 リポートしていた VTR コーナー。2011年1月から3月まで実施。新井千里のおすすめ夕食メニューアイ,アイレシピ。新井がカロリー計算のもとに考案された夕食メニューをマスターすべく特別講師に迎えた栄養士から教わりながらそれらを作っていた VTR コーナー。2011年3月から4月まで実施。ウルトラネギリ体リポーターが 東海産県各地のスーパーマーケットを訪れ、その店が折り込みチラシに掲載した特売品のさらなる値引きに挑戦していた生中継コーナー。値引き額は来店客が店内設置のルーレットに対して行う射的によって決められていた。2011年4月から番組終了時まで実施。当初は高木がリポーターを務めていたが、同年7月第3週目からは、 平松たちタレント勢も、臨番参加するようになり、そして9月からは宮本が、専属で担当するようになった。キラ、ママリレー勢力的な活動に取り組む東海さん、県在住の主婦をスタジオに招き、自身の活動内容を語ってもらっていた。スタジオ性コーナー。2011年4月から5月まで実施。 坪ぼやんどやの3分相談坪井とやのが視聴者から寄せられた悩み事相談に対し、おののがベストだと思う解決策を手持ちのフリップに書いて提示していたスタジオ制コーナー。2011年4月から6月まで実施。教えて。街の情報誌名古屋または改めやが地元のタウン情報誌の編集者が推薦する飲食店を訪れ。 その店が売りにしているメニューをリポートしていた VTR コーナー。2011年4月から7月まで実施。シェフのおうちご飯視聴者から寄せられた料理に関する悩みを解決すべく、リポーターが高級料理店や有名ホテルのシェフを連れて各家庭を訪問していた VTR コーナー。2011年4月から番組終了時まで実施。 当初は改め屋がリポーターを務めていたが、同年11月からは水木が専属で担当するようになった。プリマベーラマジック天気予報エンディングの一つ前のパートで行われていたコーナーで、毎回プリマベーラのメンバーの中から代表者一人、ガツボイたちの前でマジックを披露していた。そして、その後に、新井が伝える気象情報へつなげるという形をとっていた。 2010年6月から2011年4月まで実施。当初のコーナータイトルは、プリマベーライスマジック天気予報で、その当時は2人ずつが出演していた。明日の天気エンディング中に行われていたコーナーで、新井もしくは、名越が放送日翌日の気象情報と週間の気象情報を伝えていた。前日のプリマベーラマジック天気予報が、 週3日間にまで減らされたことを受けてスタートしたもので、当初は月曜と火曜に行われていた。そして、同コーナーが完全廃止された後は変わってこのコーナーがレギュラー化した。2011年6月からは、お便り紹介の時間を確保するために一時コーナーを休止していたが、同年10月の放送枠拡大を機に再開した。視聴者からのお便り紹介を同じくエンディング中に、 行われていたコーナーで、つぼいが視聴者から寄せられたお便りを紹介していた。2010年6月から行われていたが、前日の明日の天気とその日の共演者たちとのトークに時間を取られて終わることが多かったため、2011年6月からは明日の天気を休止させた上で行われるようになった。つ、ぼいのここがつぼ。提供クレジットの表示直後に行われていたミニコーナーで、 つボイがその日の内容をまとめた一言を巻物に記し、それを読み上げてラストを締めくくっていた。2010年6月から2011年4月まで実施。2010年10月まではエンディング中に行われていた。ありがとうございます。